モーちゃんとカズヤンアイスナウライブストリーミングファイナルファンタジー14オンライン第69回今週のアライアンスレイドお得意様タタルタン続き行月 6.3 ひよこ2匹の FF14PC。ひよこさん来たら開始です。まったり行ってください。いやもう最近忙しくてバタバタしててすみません。それでも YouTube とかにもちゃんと上げてるんで頑張っています。配信時間若干少なくはなってますね。少なくなってます。落ち着いたらちょっと取り戻そうかなと。では皆さんこんばんは。こんばんは。うーむさんとかずやんです。本日もよろしくお願いします。ひよこ2匹の FF14PC やっていきます。今日はまあいろいろやっていく感じですね。時間のある限りいろいろやっていく感じですね。まずは今週分のアライアンスをやるっぽいんで、まあ早速それやりますか。誘って申請よろしく誘ってください。はい、もうあれですね、周りが多分慣れてると思うんで、俺以外の基本的にはピクミンしていけばなんとかなるはずという感じだったいいっす。申請していいっす。
やり始めましたけど。まず5戦は全身1個取ったんで、今週 2つ目になるって感じですか。5戦は何個集めればいいの ?4 つとかだっけ。早えな、人気コンテンツ。さすがですね。よろしくお願いします。B だね。いやー、B かよ、マジか。いやー、来たね、B。やるしかねえよ。命のほとばしりを見せてちょうだい。あ、いいですかね。いきなり来てたよ。あー、そっか、下がるのかよ。逆だった。くっそ。危ねえ。青い方が離れる、あ、近づくでいい。さっきのあれです。花が咲いてる方は、離れる。後ろに下がるかと思った。間に合ってね。間に合ってん。いや、うわ、あれさ、バー順番見とかねえと。伝えて、くんのか。うわ、うぅ、危ねえ。よし。さあ、神戸を垂れなさい。
抜けれそう。たくましくあれ。バンドの順番見るこいつ。これで次が青が1年間で、この先もどうかくじけずに。いやー悩ましいっすね。食べましょうか。足技を待ちましょう。我が剣道にて大地の別なる姿を示そう。いいだろう。いいよ。普段弱めにヒールかけたら、いいよ、大丈夫。死ぬわけ。死なないのが大事。いいよ、どっちやんですか。おったよ、うん、季節して我が妹も来訪したようだ。妹は死我々兄弟心と手合わせを。あなたたちの意味に詰めるんだ。ちゃんと位置調整してくれてもありがたいです。いえいえ。さあ、見極めるよ。
我が引力に従え。アーメンか。水の神に逃れなさい。これすぐ行きます。すげえ、もうこんな安定すんのか。いや、ちょっとね。何それ、安定すんの。星の巡りに祈るといいの。よっしゃ、余計だ、気持ちいい。知ってないね。いやー、ハルわかんねえな。なんでこっち来たんだろうな。いや、あのスペードわけわかんねえな。あれ何するのが正解だったんだろう。死んだ、タンク。うん、カオスはね、雑魚しか。我が闇に、この服きらめきを宿せ。
中左後ろ。よく見える。いいや。ダンスラスト。激しいな。遅かった、遅れた、くっそ遅れた。いや、やべ、蘇生、赤に蘇生してもらうしかね。栄光の勝利、己が手で掴み取る。あ、ちょっとこっちじゃなかったっぽい。大丈夫か、白さん引っ張ったらいいし。サウザンスラスト、サイノがついた方に飛んでるっていうのがいいんですけど、1回目あたり方向転換して、戦場では引くことはかなわない。おっ、いや、僕は大丈夫と言います。赤右後ろ左。
次決勝ここだ。我がジャミー、凛とつくきらめきを宿せ。上場さあ、先へ進め。よし、ダメだ、弱え弱え。ダメだこりゃ。いやーこりゃ勝てねえよ。ヒロさんが持ってることを祈りましょう。ヒロさんが持ってることを祈る。やっぱ捕らえましたね。思えてます。回復してあげるだけだ。
来るね、頻繁に。今日は。ちょっと待って。あ、来てる。どんなやってきてたっけって覚えてないんだよ。いやね。いや、真ん中だ。真ん中だ。うおそれあんのかいーとか。うぅぅぅ。あんまり元気してるし。いや、早いよー。今日と一緒にいると思うんですけど。よし、お疲れした。果てしなくロットが低い。果てしなくロットが低すぎる。いや、回ってこねえ。とりあえずキャスでって思ったらいいや。とりあえず。とりあえずこれ10番。取れなかったの大気でした。入ってもいいんだ。楽しい。楽しかった。他にもやることがいっぱいあるんで。とりあえず、いいですか。いやー、今日も死んだわ。
前回よりはさすがに死な、前回よりは死んでねえと思うけど、まあ死ぬ。いやー、最後のボスやっぱ死ぬんだね、まだ。ああ、MIP ありがとうございます。あんなに死んだのに MIP もらえた。二つももらえた。ありがとうございます。まあ、またタンクも一回死んでた。そういうのもあったと思うけど。結局どこが難しかったのか。三ボスと最後で死んだんかな。あれですね、スペードのやつか。スペードのやつがよくわかんなくて死んで、で、最後ですね。最後は激しいな。統一死んだ。ハートは二名矢を見ない。あ、それはわかる。ハートはわかるけど、スペードは？スペードは本体を見ないってこと？緑は二名矢を見る。そっちなんだ。見るんだ。あー、で、見なかったから、あれ、フリーズして、キャラがフリーズして、あの変な範囲食らっちゃったんだ。動けなかった。見ないと変な踊りを踊らされるダブル。だから動けなかった。いいでしょう。まあ、また来週行きましょう。ひよこさんは撮ってねえだろ。ひつぎ頑張ってる。どっちやる？お得意様と。お得意様先やった方がいいか。お得意様先やってたたるの続きやろうか。で、いいね。で、お得意様はどこに行けばいいの？どっちに行けばいいの？結局配信でさっきのことが普通に聞けるから。そこまでオーケストリオンの重要性が。どうせ安くなるだろうし。あそこの漏れなく俺が叫んでるのがくっついてきますけど、クリスタリウム、ちょっと待って、赤い、これあれか、クラフターですか。クラフターだと、錬金術師、なんでここなんだよ。お得意様アンデン。羊じゃねえか。ウサギじゃねえの。羊じゃねえか。ねえ。喋んねえじゃん、しかも。ねえ。なんか鈴ついてるね。今回のバンドが羊ということで。なんか落とした。羊のいた場所に一通の手紙が落ちている。複数の筆跡が書かれた手紙、あ、そっか。満足じゃないです。お得意様です。かすかに甘い花の香りが漂ってくる。どうやら送り主はイルメグを詰まるピクシーたちのようだ。ああ、イルメグなんだ。こんにちは、妖精王の若君。あなたはこれを読んでいるってことは、お伝えに出した質疑をちゃんと届けてくれたってこと。まさかあいつか。それでどうして急にお手紙を出したのかというと、実はね、イルメグにおしゃべりできる草人が現れたの。
あ、草人っていうのは私たちもので植物に変えてあげた人のことよ。普通の草人はおしゃべりなんてできないから驚くよね。そう、妖精王の若気も興味が湧いてきたでしょ。しゃべる草人にはリダーラーンで会えるからよかったら遊びに来てちょうだいね。待ってるわ。ってことは今回妖精じゃなくて、草人の方ですか。行ってみましょう。いや、まさか、その第一世界来る機会ねえなって思ってたら、言ってたら、あれですね。これで来る機会が出るって感じですかね。高いからここじゃなくていいんですか。そうすると、ここと、オールドシャーリアンになる。うわ、いるね。食べる臭み。やっぱりこいつなんだ。いや、こいつにはひよこ着せらんねえぜ。残念だ。残念ながらこいつにひよこは無理だ。ああ、もしもし、この君、俺の喋ってる言葉わかりますか？ってことはあれか、エルトゥーと同じ扱いですかね。話が通じそうってことは最終的にマウントが手に入る可能性がある。どうか助けて。俺、記憶があやふやになっていて困ってるのに、この子たちからかってばかり何も教えてくれないんだよ。こんにちは、妖精王の若君。私たちの お手紙を読んで、さすが遊びに来てくれたのね。私はエオティオというの、それからあなたへのお手紙を一緒に書いた、ロウルト、インクオセがよろしい、どうですか、ね、若木？ちょっと待って、もしかして君って人の姿に、なのに木なの？ねえ、嘘でしょ。頼むから嘘だと言ってくれよ。我こそはフィオちゃんの若木。君本当に人じゃないの？うわぁ、もう何も信じられないよ。大丈夫、人です。あなたってふさふさの葉っぱなのに面白いこと言った。ああ、楽しい。二人のおかげで気分がいいから、お礼にとっておきのことを教えてあげる。実はね、このおしゃべりする草人、羊小屋にいる草人の根とアンデンさんと根がつながってるの。そこから新たな株が、生じたのは、彼の生命力が強かったから、あるいは久しぶりに彼の声が聞きたいって思いながら、私が葉っぱの手入れをしたのが原因かしら。まあ、ともかくね、そういうわけだから、この草人のアンデンさん。俺の名前、アンデンっていうの？そんな名前だったかな。記憶がぼやけて、いまいち君にとこないんだよね。思い出す日が来んだ、こいつ。ねえ、せっかくだから、アンデンさんを元の姿に戻しちゃうよ。戻れんのかね。いいね、正しそう。早速人に戻している。いや、これでオスラだったらな、笑えないです、ね。草人を人に戻すなんて絶対ダメ。あれは違う。あれじゃねえか。モブじゃねえか。今まで一度だって成功したことないし、ドロドロの泥人に変わるんだって、もう忘れた。これモブだろ。そのモブ、泥人とかになっちゃったら、いよいよ元の人に戻れないってこと？何か方法はない。フィオちゃん、助けて！こういう時に用意。それは私の可愛い若気。お声がかかるのちょっと遅かったけど、ちゃんと思い出してくれたから今回許してあげる。他でもない私の若気がどうしてもというのはあなたの美しい枝が喜んで手助けしましょう。なんだ。そうか、今回フェアも出てくるんです。わ、寄せよ。草人を人に戻すものができた前例はないけど、そんな無茶なお願いは叶えてあげる。若気の旅路を見守ってきたおかげで心当たりはあるもの。若木たちが見つけた、積み食い化しつつある人を助ける方法があるんじゃ。あれを応用せよ、妖精王としての力で元に戻せるはずよ。
ただ見た目を変えるだけの幻惑の魔法とは勝手が違うの。あなた自身が本来どのような姿だったのかを認識。取るべき形を思い描かなくては、泥人となってしまうでしょう。やるべきことは見えてきたかしら。すべての準備が整ったらまた足を呼んでね。で、出して一回クリア。元の姿に戻る方法があるみたいでよかったけど、自分の姿を思い出せないことでどうにもならないのか。まあ、妖精の登場でうやめになっていたけど、結局のところ君は人ってことでいいの？やっぱり嫌。なるほど、君はあくまでも人なんだね。あと、あの若木っていうのはあだ名みたいなので本名は変わず、覚えた。根っこのせいで俺はここから動くこともできないし、周りの子は葉っぱを引っ張って遊ぶして、君だけは頼りだよ。俺は自分の姿を思い出せるようにどうにか協力して。ありがとう、お母さん。俺も頑張るからよろしく頼む。そもそも俺は綺麗さっぱり何も思えていないんだよね。だから自分の姿だけ思い出そうとするように。手当たり次第、記憶を取り戻す方法を探った方がいいかな。頭を叩いて刺激を与えてみる。いや、今の俺には手がないから叩いてもらうしかないね。母さん、ここは一つ、記憶を戻れって俺の頭を思いっきりガンガン殴りつけてみて。お安いこと。ああ、待った。やっぱし、言われるらしい。マジか。君って見るから腕が出しそうだし、ピジョって俺が潰れちゃう。こんなでかかったら潰れねえよ。アンデス、アンデス、ちょっと落ち着いて、さっきは楽しくてついつい遊んじゃったけど、誰もあなたに詳しい友達がお手伝いしてあげるから。実は私、あなたが人だった頃の、姿も知っているんだよ。でも私から聞いたのでは本当に思い出したとは言えないし、先入観を与えるだけになってしまうと思う。君ってそんなに深いことまで考えてくれてたの？というか、それならどう手伝ってくれるのさ。容姿以外のことなら記憶を戻るきっかけになりそうだから、私が知っているアンデンさんのことをいろいろ教えてあげる。例えば、そう、アンデンさんは羊飼いだった。自然ことは大好きで、とっても大事にしていたわ。積み食いっていう化け物が現れた時も、羊が心配だからって、こっから逃げずに残ってたぐらいね。そうだった。そんなに好きだったら覚えてないなんてな。あ、そうだ。本当に羊飼いをやっていたのかはわからないけど、使っていたものを見たら何か思い出せるかも。カーズ、お金に取っかかりのない、なりそうなもんないし、羊飼いが仕事で使うものを調達して俺に見せてほしい。私たちはあなたの役に立ちそうなものを集めておくわ。ロー、ウルト、インコーセは、お店屋さんごっこが好きだから、お客さんとして取引をしてもらうことになっちゃうけど、スクリプトで交換したいときはロー、ウルに、ギルで素材を買いたいときはインコーセに声をかけてね。そっか、そこでさ、まだギャザラでもいいんですよ。その分は空きがねえんだよね。ああ、ちょっと整理しねえとダメだわ、これ。とりあえず会話してって。これが地層だった一生も。羊のお世話道具ってのは、今回これを3つ作ればいい。374か。あ、ここはこれだよ。いいっすね。これいいの便利っすね。羊のお世話を見とって、三つだよね。とりあえず三つ。三つだって一個ずつ作って忘れば一個。とりあえず。で、アンデン。81だからもう普通に作るしかないんですよね。これのお得意様でまあいけるでしょう。いけんのか、本当に。
まあ、だらだらとやりましょう。教えもらったらあれですね、飽きなくなりますよくよく考えてクサビトマード使うことはできない。ちょっと残念だ。むしろこのサードは羊にはイサの葉っぱと勘違いされそうです。でも自分で使えなくて残念なくらい馴染みのある気がするし、見ているだけの頭に下がった木が晴れていくのも何か思い出す。ああ、そうだ、思い出した。リオティオが言ってきた通りだ。人だった頃、俺は羊飼いとして暮らしていて、羊たちのことを可愛がっていた。そういうアンデンさん、思い出してみたいでよかった。もともと俺は谷向こうの山腹で暮らしていたんだよね。光の反乱の時に遭難してきたわけだけど、うちの羊たちはこの羊飼いたちに懐かなくて大変だったんだ。まあそんな懐かしい同業者たちも今では小屋の中で草人になってるわけだけど、あとここに住み、移り住む前は旅人に仕事を頼むこともあったんだ。それで手伝いに来たガールジェント族のやつが、ちっこい羊に蹴られまくって手遣いだったんだ。戻ったカッパゴはまだ最終的にあそこはひよこになる。ねえ、もしかして俺元の姿に戻れた？で、いやいや、なんで？俺自分の姿思い出していないし、少なくともガルジェント族ではなかった気がする。ひよこじゃないです。慌てないであんねん。あのね、ゲーム枠の魔法で別の姿に見せてるだけよ。チャームポイントのふさふさ葉っぱがなくなるのは寂しいから、お代わり残しておいたんだけど、とっても可愛いでしょ。これほら、人の姿に見える方が、身振り手振りも分かって、あなたの反応を楽しめると思う。楽しんでやってたんですね。よし。いや、確かに、意思疎通、疎通がしやすくなったは認めるけど、俺の反応を楽しむんじゃない。そうです、そうです、その調子。アンデンさんたら素敵な反応ありがとう。エオティーはいたずらっ子だな。もうこの姿じゃ羊たちに蹴られちゃうじゃない。いや、待て、うちの可愛い羊たちに蹴られるなら、まあ、それはそれで。はい、はい、無理。はい、無理です。はい、飽きなんてあります。お風呂かな。してくるわ。残念ながら。残念ながらです。あれこれ、話進んだわ。
そういえばアンデンさんって不可感羊たちにいつも囲まれていたのにとても暖かそうだったけど、この姿だと難しそうね。うん、そうやって見ると羊抱きすぎてあのダウンを取っていたこともあったよ。そうだよ、今こそお花畑だけど、この辺りって寒い地域じゃなかった。標高の高い山岳部だよね。まあ、それなら寒い山岳部の日用品は身近だったはず。よし、かず、次はその辺りの人がかりに攻めてみよう。あれ、ちょっと待って、持てた。ああ、じゃあ、同じやつが被って手に入ったってことですか。多分。ああ。園芸の方でやってくる W。そうだ。あ、園芸の方でってこと。じゃあ、ちょっと俺整理してくるから、整理してまたこっちに戻ってくる。というわけで、クリスタリウムでどうかな。クリスタリウム。園芸やってらっしゃい。すごいっすよ。いかにクラフトをやってねえかがわかるこの罰スキルのか。ひどいっすね。レベル上げポチしょうがないっすね。いいじゃねえか。いいじゃねえか。こっちはだけって。やっす。赤字じゃねえ。今度赤字じゃねえ。ああ、そっか。全然気にしてなかったけど、新しい装備出てるんだっけ。だから延元してんのか。そうっすよね。そっか、俺それ全然考えてなかったわ。うん、見させて。あれ、でも590だね。ああ、新しいの実装されてねえんだ、また。まだ引っかけにしてなくて。590。ちょっと待ってね。590だ。ああ、よかったよかった。ああ、よかった。実装されてねえんだ。オッケーオッケー。じゃあいいや。年金でやっちゃおう。新式で出るよ W。 あ、新式が出てるんだ。そっちなんだ。いや、そっちは買えばいいだけです。今のとこはいっか。必要になったら買いましょう。あと貨幣は、6.4 で実装される。
だ今あれですね。だグッとか今言ってる人は新式でやってるってことですよ。大変だ。新式でやり、で強化してるっていう感じなんですか。貨幣の強化もしつつ、新式か。あ、ええな、もう。あれか、あっちもや、あっちもやんねえと。今、場所をチェックしときますか。マメリアンさん。あ、ちょっとこれ、巻き。留学生用の巻き。とりあえず、大口車両飛んどく。じゃあもうそのまま現地行っちゃってもいいけど、留学生を待つ。これ白かと。いや、これ白か埋まるな。めんどくせえ。だけこんな遠いんだ。こっちに置いといてほしかった。
けな。待って、リオ。10か。あ、じゃあ、やはり、あれ使えねえじゃん。85。レベルがそもそも85。早いな、もう来てる。はい。でまた立たるだけだし、いつもより早めに終わるんだ。
わかったよ。じゃあ、タタルです。あれ？受注はしたよね。受注してあるから、これか。これだ。フィッシュガールドに行けるね。トゥントゥントゥン。近いのはマーケット近い。さあ誰が出てる？多分エマネラとかあの辺ですよね。で、お、早速出てきた。ですよね。いたな、相棒。世界を救ったと思えば、今度は新商会の立ち上げの協力とはその手広い活躍で、俺その驚きだぜ。それでは、これから向かう賭けのことだが、試供品の話に特に興味を示していた組織は2つある。詳細あってのお楽しみとして、まずは、よし、我が裏足の君のところへ向かおう。ポカーンとしてるポカーン。アラバシア雲海ローズハウスにいるラニエットに声をかけて、あ、そっちか。俺は少し準備がある。現地に合流させてもらう。忘れてたね、その件は。そのくだりはセスト。まだは麗しの音がさ犯人って言ってた。そんな呆れさせられて。じゃあ行きましょう。でもなんか昔より人望が厚くなってるっぽいんで。あれですよね、多分。昔よりは扱いが良くなってる可能性はあります。じゃあ、話してみましょう。成長してる W。はい、髪のです。久方ぶりである中、やーと。今日は待ってるのに、もしや。これが噂に聞く大繁盛商店が開発した装備品か。試供品をわざわざ届けてたんです。やっぱり感謝する。実は最近我が騎兵団の、兵装を見直しを検討していたバルマー族との、そう、減少傾向にあるんだが、そこで少々困った問題が。ああ、うるわしのラニエット。見てくれ、俺のこの勇姿を。と。装備変えてきた。戦士に変えてきた。力とか譲り受けた大繁盛商店の試供品、俺様にぴったりだと思ってた。どうだ、これ直しただ。確かに素晴らしい出来栄えだから、剣と盾を用いるお前の戦い方に適した装備とは思え。見せびらかすしか使い道がないなら、その装備もよこせ。当たりは一緒でした。ああ、いや、実はこれ、シカルドに借りたものでさ、だから返さなきゃいけねえんだよ。借りたね。どうせこっそりと秘密裏に出ろ。やれやれ、そんなことだと思ったさ。その装備にシカルド殿に謝罪をしつつ返却しに行くことだ。だが、まずは取り次ぎ役の役割をしっかりと渡した。
おう、そうだった。次の相手は聞いて驚け。空洞団、レッドビール。ああ、空洞団行くんだ。え、やってなかったらこれ、進めらんねえんじゃね。レイド。レッドビールといえば財宝を求めて雲海をかける、ナウテの、空賊団ではないか。一体どこでそんな役割と知り合ったの？コートの沢川に顔を出したりしてるしな。それに顔の広さって意味では相棒も同じさ。連中とは大変な冒険をこなした仲だと聞いたさ。うん。しかし空賊か。先ほど言いかけたが、実は装備を見直す理由の一つはまさにその空賊なので。このところ、雲海で悪事を働く空賊が増えていてな。ステファニー・プアピアの兄様が率いるスカイシールキープ工房も所有する異想艇が襲われたとか。まあ、レッドビル連中は無関係だろうけど、何か情報を聞けたらラニエットに伝える。それじゃあ、連中のアジト、パロック、ファン流基地へ出発は、ゴールドウィンドットにある、レッドビル市の印が、描かれた旗。その旗からアジトへのコートは、お前も知っているだろう。なんでその剣なんだ。うん、このキャラはそれじゃねえよ。シタッとした。よう元気そうじゃないか。わあ、キャットシー。ああ、懐かしい。ヘッドシー。しかしお前が星を作ったと聞いた時も驚いたが、まさか運び屋としてのアジトを訪ねてくるとは思わなかった。おいおい、よく言うよ。この再会前、見越した上で依頼を出した。俺を通じて大繁盛商店に試供品を要求するよ。カーズが出向くはずだって。今考えてる事件について考えてたとき、ちょうどこいつが自慢げに持ち歩いていた試供品を見てな、そいつを使ったある計画を思いついた。で、どうせならその計画にお前の力を借りたいと考えて、アジトまで出向いてもらったというわけさ。もちろんただ働きをさせるつもりね、報酬を払うから欲しいものがあれば言ってくれ。タタルという嬢ちゃんにネックレスの部品を、確か大繁盛商店の店主だったか。お前の働きに報いるためにも報酬なのに、別の誰かに渡るってのは若干納得いかねえが。うん、まあ、それが望みだっていうのは考えておこう。渡した報酬をどうか使うかはお前の自由だす。じゃあ本題に入りましょうか。あなたは最近の空域を荒らし回っている、珍奇な空賊のことを知っている。
どうやら耳に入っているね。私たち今、奴はコカトゥー空賊団を対し、奪われた忍びを、取り返そうと動いている。雲海の果て、影の国ダンスか、そこでレオファードの引く手、レミー・ユーゴーが壊れちまったを覚えてる。レオファードの疑問、名を与えられた、アイキ。それに代わる新しい服手を作るため、世界各地から、最上級のパーツを取り寄せたんだけど。世によって、コカトゥー空賊団の連中、気候棒に発揮したパーツを乗せた、輸送艇を襲撃しやがった。俺たちのバースを横取りしたんだ。レッドビルの総力を上げて押し置きしてやらなきゃね。これはやるんですかね。ただ相手も奪った城にレッドビル宛ての荷物があることに気づいたらしく、どっかに隠したきり、イリシャイアに引きこもってる、ね。というわけであなたが届けてくれた秘境員の出番や。この装備を使ってレオファードを、おっとそれ以上の説明は依頼を引き受けてからに詳しいって。どうだ、興味が湧いてきた。小さな物件っていうのもある。ああ、お前に後悔はさせねえ。きっと面白い山になる。うん、我らの立った作戦は完璧だ。必ずやコカトゥー空賊団の者どもに釣り合いし、奪った島の隠し場所を暴いています。なら、空賊退治をするのは、ラニエットたちとか、アラキシ団に声をかけてもいいか。彼女たちもスカイチールキー工房と同じアインハルト家の参加だ。そんなわけで、例の輸送兵を取った連中を探し出す。だからさ、放っておけないはずだよ。なるような関係じゃないが、俺たちの出家が終わった後なら、アラキシ団が連中を捕獲しようと別に構わないぜ。よし、わかった。俺はもう一度ラニエットのところへ行ってくる。喜ぶだろう。よし、俺たちもイデルサイヤーに移動すると、作戦の詳細はこちらで設定。いいっすね。自動移動してくれた。ゲットシート取ろうぜ。どうせなら。こんなとこで取る機会ねえから。でも、いけない。次だ。じゃあ進む。もうなかなかの伊達男ぶりだろ。ワス程度の俺を知らない連中のこの姿を見ても、ラン王の、レオファード様とは思うもん。この試供品なの。俺の美意識を満足させられて、荒事になってもしょうがない性能を備えた装備。この要求を応えられる装備はそうそう見つからないんだが、ただでしょう。大した勝負。奴らは移住者やでもなかなか姿を現さないらしい。だが、このはぐれ者の町で完全に人目を避けることが不可能だ。ここでまずは餌をまく。前には得た盗品や強奪品を扱い、闇商人を得て襲ってもらう。激闘な冒険者や商人を相手に噂を広め、連中をおびき寄せるんだ。俺もお前の護衛役として同行する。名演技を頼むぜ、闇商人様に。商人の衣装は私が用意してあげたから、紛争をしてエレファードと一緒に噂を流してきて、あなたにしかできないことなのでどうかお願いね。
ちょっと怪しいな、それ。どっかの商人と一緒じゃねえか。レオパード。そんな。どっかの商人と同じ見た目になっとるやん。怪しい。これの方はまだいいけど、そっちが怪しいです。こっちが。よし。リセットか。で、どこに行けるの？吹き出しはないっぽい。何系？ちょこの姿で歩いてるのは怪しさ満点でしかない。あやすね、これ、あやすね、実装当時の、まあ、これ、この見た目で多分溢れたいってこれか、これだ。ああ、そういえば妙な話をしている空賊を見かけたわよ。隠した物は無事になろうかな、とは思った。そいつは取引がしたくてね。あんたの仲間で居場所を知っていそうな仲間いたら声をかけてくれないか。いいよ、空賊の知り合いがいるから聞いておいてあげる。てか、三人。こう、街ぐるっと回らされるね。君も商人かい？随分着飾った格好だね。余計なお世話だが、数字をも知れぬ空賊との取引は危険だよ。噂に聞くレッドビールのような義賊相手なのと思う。別に義賊を名乗ったつもりはねえさ。俺はただ空賊の金子坂にでも置けない連中がこの空にのさばるの我慢できねえだけで。レッドビールの話は関係なかったな。まあもし連中を見かけたら俺たちのことを伝えてくれよ。まあそれくらいなのかもね。仲間の商人を君たちのことを話してる。
うん、これどこだろう。この辺刺して、うん。なかった。痛い痛い。小物です。しかしか、確かに空賊見かけたぞ。取引しように持ちかけていた。ところが完全に見せ物見せず、手元にないと言っていた。品物見せなければ根付けもできない。だから取引断った。とてとて怪しい空賊たちと取引望むものは変わり者。でも怪しい空賊たちと取引するのは手伝いよ。彼らの姿を見かけたら、彼のことを伝えとく。ああ、頼んだぜ。他の国民族でも暇そうな奴がいたら、協力頼んでもらえるとありがたい。そうそう、一つ忘れた。空賊たちはとてとて強い同盟組んだと大言わり。取引するなら気をつけて。あっちに入り口の近くあれか噴水があるとこか。うん、あれ？ちょっと待って。上かな、その。上じゃねえかよ。上かよ。上から上がれる。あ、ここ。坂がある。坂がある。あれ、坂あったの？これ、さらに上だな。こっちか。いいだ。よし。いるね。まあ、こんなところか。噂の広まり具合はどう？スタジオ。人から人へ着実に伝わっているそうよ。ただ、あなたたちに聞いた同盟者の存在が気になる。ネットビールを敵に回すことを厭わない命知らずか。はたまたよほどのもの好きか。まあ、俺の予想通りの奴らとしての対処は分かっている。このまま作戦を続行するぞ。通りに出て連中の接触を待とうぜ。この紛争を叱るべき時が来れば気につけておいてくれ。引き続きってこと。ようこかという空賊団を探してるそうじゃないか。俺たちと取引がしたいんだって。いかにもって。まあまあ、おびき出されてくれたな。これでもう正体を隠しておく必要もない。そのにやけ、物言いににやけづら。まさか、レッドビールの乱用の両ファードか。おめえと観念して奪った品物を返してもらうか。もちろん俺のパーツもな。いやいや、お前の思い通りはさせねえ。こんなこともあろうかと、空を牛耳る大手の空賊と同盟も積んでおいたのさ。ダンスカーでの一件以来か。新参の空賊だけが相手と思ったんだろうけど、そうは問屋はおろさないよ、レオファード。わ、出た。久々に見た。大高連合のラゾリア。空賊まがいの連中の用心棒にまで落ちぶれたか。どうせ目当ては俺だろうが、ご苦労なかった。ラハの一件で、さらにあんたに惚れ込んじまってね、レッドビル奪取計画をいくつも立てていた頃に、ちょうどいい提案が飛び込んできたわけさ。
空手を作るのに必要なパーツを隠されてるんだろ。あたりの配下に加わっているのはそのパーツだけはあんたに融通するよう手配してやるよ。それが狙いです。飛空艇の完成は俺の悲願だ。あのパーツは絶対逃すわけにはいかない。だが返答前に一つ聞かせろ。お前たちマスカーのパーツを、風属性の影響が強い場所に隠したりしてねえだろ。あれには風属性の変属性クリスタルが使われてるんだ。繊細な調整をしてるんで、ウィンドスプライトがいるような場所に隠し、そうでも一発で落ち社会になっちまう。いや、そんなこと知らなかった。他の品物と一緒にプロベナンス島の岩陰に。やばそうです。ただ、飛空艇は動かせるの。今すぐプロテランと飛んで飛べ。そこに強奪されてしまう。ああ、場所を聞き出した。なるほどね。レオハード、まさか今のハッタリかい。当たり前だろ。飛空艇のパーツが風属性に弱くてどうする。だがパーツがどうなるとあんたの身柄さえ押さえちまえ、それまでだ。近づくで踏んじまっても連れ帰らせてもらうよ。やりや。あっちがその気なら実力勝負という。イベント的に倒しそうですね、ヒカさん。すってヒヨコに戻ります。いやいや、変装、どっちが変装だよ。あとはカーズ。違え、カーズだってそんなものがレッドリルの一味だったんだよ。あ、お前の憂い憂いようじゃないか。風俗してもな、泣けねえと思ってるんだろ。さて、そんなわけでお前らが近づくで臨むなら俺たちが相手になるぜ。レオハーズだけならともかく、カーズまで行っちゃ勝ち目よね。こうなら逃げぬいってな、やろうともずらかるぞ。すいませんでしたー。逃げた。あんな雑魚ども大きい価値もね、どうせエマネランからの知らせを受けたバラキシダンがね、達郎、タイルを塞いで連中を捕獲するはずだ。さて、ラドリア、遊ぶ半分で連中の話に乗ったんだろう。そんな、こんなことで俺の運命を変えられると本気で思っちゃいないだろう。それにあいつらは飛空艇のパーツ以外にも 見過ごせないものを盗んでいてね。連中に手を貸すというのを捨ておくわけにはいかん。今なら小家庭空賊団単独の犯行ってことで流すが、まだ続ける気なら、大宝連合とも本気で、ね、ことを構えさせてもらう。さあどうする。組む相手を間違えたようだね。最悪でも生きのいい連中を配下に引き込めると踏んだんだが、あんな弱腰な奴らに空賊になる資格はない。今回あんたたちの顔を拝めたことで満足しておくぞ。レッドビル脱出計画はまだまだ控えてるからね。それまで首を洗って待っていいの。まだまだ出てくるんですか。どっかで。ちょっと変な絵本使ってるわ。なんで前のが残ってんだよ。
これで全員です。ベル。話終わったんで話して報告する感じなのかな。この猫といいペルソナ感ある W。 ペルソナ感あれだ、モナ、モルガナです、モルガナ。やはりいつもの学校が一番だな。お前がいてくれたおかげでことは新たにするんだ。俺たちは一応バラ騎士団の予想が上がったから戻る。バロック、韓流騎士の俺の部屋で待っていてくれ。で、このタイミングでモクさんも来ました。なん、猫がいたから起きたの。え？今度は自動移動じゃなくて手動なんで。うん。懐かしいっすね、もう。BJ も懐かしいの。歌とも無事に強奪された品を回収できたぞ。引く手完成に向けてパーツの組み込みを始めている。予想通り小型クルドクターもバラキ時代に捕獲されたみたい。損害賠償のためアインハラト家が管轄している。リアデム諸島での強制労働が決定された。あそこで働くんだ。そうですね、今働いてる人間、あれですね、非活人がいないからね。ところで、レオハルドへ、強奪された品のうち、アインハルド家のものはともかく、勇者が、のわからぬ他の物品はどうするつもりだ。ところに入れたら、あいつらと同じになっちまう。人脈をたどって、本来の持ち主に返すさ。そのための三段もすでにつけてある。おや、母さんではないっすか。本当にここにいらっしゃると、あ、来た、タタルさんですか、これ。あ、タタルさん。来たね。すごいいいタイミングで来る。その驚きもごもっとも、私もまだ状況を完全には飲み込めていないのですから。勇者アイアのロエナ商会との取引を終え、開示策をしていたレオハードさんが現れまして、突然頼み事をされたのです。エマネランから、大繁盛商店の天使殿が商談のために勇者アイアにいるらしいと聞いてな、現地についてすぐに人探しの依頼をしておいたんです。探してらっしゃった肖像画家、ドゥルメールさんを、確かにお連れしました。
肖像画がそういえば奪われた品の中にいくつかの肖像画があったのに書くと。あら、そうですか。輸送艇が、襲われたので危機を諦めていたのですが、無事に戻ってきて本当に良かった。なるほど、コカプル空賊団の絵が被害を受けた方であったか。しかし、わざわざアジトまで招くとは、レオハードも随分珍しいことをする。おそらく他に何か伝えたことがあるでしょう。レオハードと私は窮地の中、彼が飾っているあの絵も私が描いたものです。我が娘、レイミーユの肖像がまだ、飾っていてくれるんだ。娘、孤児だったレオハードを世話した家の子が、のレミーユ、ドゥーメールさんは彼女の父親の。そう。息子に当主の座を譲ったというと肖像画家に変身して、あのレミューの肖像画もレオハードの頼みで彼が手掛けた作品。年のさ、あれさ、話を覚えてないと厳しいです。だいぶ昔です。何年前の話だよっていうぐらい昔です。自身が、興味を抱いた相手にしか聞かない、書かないという、放浪の肖像画家ドゥルメール、その義理の孫が空賊だったとお届けです。まああれですよね。強くて2ゲームやれってことですよ。せっかく実装したから。そんな相手をこの短時間につけるのお前もさすがだね。おかげで直接報告ができる。GG、俺たちは今新しい飛空艇を作っている。そいつに名付ける、レミユー号と。このアジトに肖像画が変わった時も、そして先代レミユー号の命名を行った時も、娘に関わる物事に関しては必ず同じように報告してくれたね。君にとっては寿司を通す上での大切な、宣言というわけだ。ならば私は君にこの言葉を送ろう。この空で誰よりも自由な人間になりなさい。それがレイミーユが君に託した願いだったのだ。まず先ほど大島で来てもらったのは大切な仲間であるお前にも立ち会ってほしかった。規制レミユー号黎明の瞬間。さあ続けて 初飛行をじゃあやると思うじゃないですか。規制レミユー号の飛行。試験飛行を兼ねてカートで見送りに出る。ちょうどみたいな感じ。実践的なのに実装してくれたのかなと思ったりする。よし、スカイチー行き、光合成の、パーツの調子も上々。そしたら空の果てまでに飛んでいけそう。結構しっかり作られてる。エマネラ荒野から聞いたで、お前はこの空とは違う。別の世界すら、大受けの舞台にしているそうじゃねえ。全く羨ましいやら、誇らしいよ。前しかできない、僕の、冒険ってやつだ。隅々まで味わい尽くしてこい。ただし、この世界に飽きたって言ったら、ダージョンが見えます。この空を駆け回ってるようですけど、機械の先に何が待つか知らないことも多い。近いうちにお前をまた引っ張り出してやるよ。時々の冒険危険を、ラムザとかあの辺を出してほしかったさ。ゲームとか、四天王じゃなくて。さあ、しばしの別れとなるが、別れの中身こそまた再会があるための糧と、勝手に仕切るんじゃねえよね、こじじい。そんなこと心にいる全員が理解してると思う。一人きりの時間が長かったから、実はケットシーこそ誰よりも別れが寂しいのよね。猫いね。
シバーカーこの空から遠き者も消えるだろう。それでも空賊に困らされることが俺たちよりすぐに駆けつけてやるよ。はいです。空賊の襲来に、悩まず、空輸を行えるとなれば、物流の面で心とありがたいことはありません。さすが大繁盛しちゃってます。お前もお前の冒険はさっき使えたことは決して忘れんじゃねえ。冒険しております。私は次の取り手がありますので、コートへ戻ります。ルビエルタもぜひこのままボナンザ号へ搭乗くださいませ。では、あなたはコートまでご一緒いただき、これまでの検討をお聞かせいただけませんか。長い話です。私は肖像画家をなりわいとしておりますが、どうせ描くのなら、魅力のある人物を対象にしたり、あなたならふさわしい人物と、よく巡り合っていると思うんです。ありがとうございます。せっかくのレイワードさんのコンテンツを聞かせいただきたいと思います。危険屋の話です。カーズさんが、カーズさん宛てのようですが、何か心当たりありますか？タタルが彼らとのつながりを得た証。そういえば、ドゥルメールさんを探すよう要求されただけ、方針についてはすでに話をつけてあると聞きましたが。詳細はわかりませんが、さすがですね。親しき中でもきっちり言う報酬を用意してくださると。どうにも空賊と聞くと身構えてしまいますが、レッドビーの皆さんのように気持ちのいい方々もいるのです。上にも、今あれですね。シナリオライターを控えてるような感じです。FF14。タタラさん、随分と魅力的な方です。精力的な方です。イシュガルドに着くやいないや、もう次の取引先へ戻ってしまった。あなたの道すがらお話をありがとうございます。こうも想像力をかき立てられる冒険談を聞くのが初めて。冒険の中であなたが出会った人々、そのイメージを形にするべく、私はしばし、コートに留まり、講座活動にしまうと思います。俺によろしければ、書いた映像、肖像画をお渡ししますよ。材料費だけいただければそれで結構です。創作の時以外、ここにいると思います。ああ。肖像画。あれですかね、あの、家に貼れるやつですか。あ、オールドシャレとか。して終わり。これであれですかね、二つのクエストが繋がる感じなんですか、最終的に。その辺は楽しみです。結局最初にタタルさんに、ネックレスプレゼントする。お帰りなさいませ。タタルさんから連絡ありましたが、空賊のアジトまで橋を運んでくださった。レオハールさんからネックレスの部品のこれ。箱の中身はどうやら、革紐のようですね。それも随分と古い。
私もまだまだ勉強中ですが、この衣装は、おそらくかつて存在した、魔法国家マハのものだとね。ああ、そうなんだね。魔力を込めながら編むことによって、決して剣というのの丈夫さを持っているとか、ネックレスも存在してこれ以上の品はありません。タタルさんも彼らと知り合えたことを喜んでいました。空輸の相談はもちろん危険と隣り合わせの空賊に、今後私たちの商品がきっと役に立っているはず。バラ騎士団からも注文が届いています。商品乗り込むネックレス下で直し計画も、どちらも大成功ですね。これも母さんのおかげで、引き続き顧客になってくれそうな方を探してますので、よければまたご協力お願いしますね。肖像画ショップは解放されましたと。このバージョンはこれで終わりってことか。なるほど。まだ続くってことですよね。次のパッチ。次のパッチで楽しみでしょ。そうか。でもあれっすよね。多分ね、今、イシュガルトと、グレーンって言ったけど、おそらくあれっすよ。第一世界じゃ行かないです。第一世界にタタル来れねえ。まあ、この辺のエリアでどっか一個あるんだ。終わりますか。いやー、今日も結構人います。あれか、肖像画だけ見ておこうか。どこだから。石があるので飛ばないといけない。アケントとどこで、アーケットにとって。厄介だって。ショップになってますね。うわー、タタラのショップだ。うわー、うわー、かわいいじゃん。力作ですね、これ。これが家にか、あれるってことですか。うわ、すげえいっぱいある。すげえいっぱいあるじゃん。これが、グラハ。一番下がグラハ、水晶光バージョン。で、バルデシオンで、これが、クルルで、アリゼで、あ、書いてありますね。アリゼ、アルヒノー、タタル、フリエンジェ、サンクレット、ヤシトロか。壁、調達、調度品壁掛けって書いてありますね。じゃあ、二人別で一個使う？二万取られてる。しれっと。別荘に一個置くか。よっかな。でも、これ欲しい、何が欲しいって言ったらタタルだろうけど。タタル一個置いてもらって、あとクルルでいっか。ヤシトラの勘は。ヤシトラの勘。じゃあ俺タタルの勘とか。とりあえず今回で、まあ家に置きますか。フリカの方に置きますか、とりあえず。まあここに来ればいつでも見れるっていうのがあります。
まぬけだな。まぬけやな。スイッチの下に出る子って、あれ、いいっすよね。画面を邪魔しないんで。YouTube とかだと下に出る子が邪魔だから罰をして消すけど。あれ、スイッチなども消す必要ないっす。便利っす。では、家に帰りましょう。貼るとこに いや、でかいんだよ。かなりでかいよ。こっちよ。すげえな、レンク結構いっぱいあんな。ああ、2つ買ったの。ありがとう。なんてサンクレットのガールズ。結構なんか昔のに比べるとかなりデザイン凝ってますね。よくなってますね。デザインの質が上がってますね。配信の方はとりあえず終わろうかな。もう今日やらないよね。やりきったって。
配信終わりましょうか。というわけで、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。